これ俺らディフェンスがあるか、そうボムか。いやこれボムの位置わかんないんじゃない相手。どこ行きゃいいんだこれ。大丈夫か、テロリストがボムの位置最初確認してね、確認してから出てね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。確認したけどね、これわかんないと思う。てかね、そもそもマップの制限範囲がどこまでかわかんないから。あれこれ開かない？開いた。全然わからないマップ。しまった、スコープつけてねえやつ行っちゃったなぁ。あれこれ単語ハンドでしたっけ？ボムディスアームの方です。ボムハンド。AD ボム。ガタミガタ、危ない危ない危ない。あ、危ない危ない。こっちや。敵がどこにいるか全くわからん。いいよね。あんまり動きすぎてもなぁ。ガタか。ガタミガタ。ミカタ行くか。敵がどっから来るかわかんないんだけど。そう、どっから来るかわかんない。本当にどっから来るかわかんない。その前にここがどこだかわかんないですね。ミニマップ。そのままない。ちょっと爆弾の近く行っとくか。え、制限範囲なんかなくね？え、あのなんかサイドみたいな。ストレージってことはこっちじゃねえのか。こっち。あ、いた！え、どこ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 下、下のストレージって書いてあるところだから多分そっちに進まなきゃいけなかったなるほど上に登ってたら意味なかったびっくりした、なんでここに味方がいるんだと思ってそっから来るわけないだろうって位置から今来たぞ。あー、これか。自動ドアか。で、下に見る。あ、うっそ。おー。そうですよね。まあ、前に構えますよね、その言い草だと。いや、いると思わなかったな。これあと何人いる？あ、投げた。大丈夫。見てる。うん、入ったな。いるけど、これやだな。いや、これボムわかんねえだろ、絶対。さっきメタル屋さんと接敵した位置ね、かなり。俺進んだ位置だったからもっと奥ですよボムこれ時間間に合うかなあ爆弾そこか SSV さんSSV さんSSV さんさすがにさすがにそれはさすがにそうね敵だよねイセスメさんあと何人残ってるこれおーやられたマジかこれはこれは許されないよちょっと君それはえ、俺一人カラスはしてる残ってますね一応ちょっとね、今、メタリアさんと、どっちの服の色だったか、すごい途中まで自信なかった、今。左下を見ろって、左下を。いや、マジで、あれ、右側だから白だったよな、みたいな、そんなレベルだった。私が開示しました。開示終わってる。あ、開示終わってる。開示されてる。そう、バレちゃったか。カラスさん撃ってた。これね、ここね。ここにあるか。どこ？だから、とりあえず、まず、ここを、ディフェンス圧倒的有利だと思ったんだけどな。行かないとちょっと話なんないのかな。あ、弾なかったやつ。お疲れ様です。ヒーロー、ヒーローだ。すげえ今やばいなと思ってたんだけど。すげえ。けだまさんが解除した。いやー、これ守る場所多いな。こっちだこっち。じゃあこっちからじゃなくてこっちからも行く方法があるのか。こっちから行きますこっち。向こうからも上からもあったかな。これ俺がずっとやってた服の色と違う反対側の色だからすげえビビる。フラッグ。あ。開いた。お。あ、違う。ちょっと待って。え？まだいる。それも言ったやん。どこがかわかんなかった。こっちなかったわすいません、3人死にましたさすがにビビったわしましたそこで新実体が転がってます3人
あ、ボムだ。殉教か。これはやばいな。4人抜いたぞ、大丈夫だ。落ち着いていけ。解除してる時の、なんか、警告音とかならないんで、本当にわかんない。そうなんですよね。あ、そういうゲームじゃないんですよ、多分。そういう。そういう軟弱なものを求めてない。あの、警告音鳴らさないプロってことですね、つまり解除する人が。カチャッとか音を立てないっていう。もうなんか、まちゃん、あーあー、足。厳しい。あれ、俺5キルになってんな。5キルはしてないいつもの突撃。じゃあ俺はこっちだ。なんか視界、死体がまだ残ってるんですが。そうそう、残ってるんで。紛らわしいんで気をつけて。これね、絶対ね、もうね、突撃するのまずいんだよね。大丈夫っぽい。うっそ。一回大丈夫。張ってはさすこ。マジか。どこから？ごまかせよ。近いよ。見るとこさ、いや、ここシングルでやるときもすごい大変なんだよね。寺山さん一人クリア。あ、え、うわ。どこ？どこだあれ。どこだ。上？わかんない。メタリアさんだ。メタリアさんだから全くわかんない。え、だってこっち味方、あ、やべ、死んだ。あ、よし先輩、ラスト1。オッケー。見事に迷ってて。どこなんですか、これ。あ、いた。ドリエバあれ、いや、まだいると思うな。行っちゃうと分かっちゃう。SSV さんを殺したやつが、残ってるはずだから。でもね、こうなるとね、圧倒的に不利なんだよな。攻め側はそうですね。あ、ん？裏、階段。いないいない。なんかね、いつもの癖で言ってしまう。いつもの癖で。え、もう、あ、もうっていうか、本当に1時だったのかな。いや、まだいるんじゃない。え、どうなの、どこで撃たれた。これ。先輩、先輩。先輩、先輩。おー、めっちゃ見えてましたよ。先輩、先輩、その階段のそばにいた。だから先輩、面白すぎましたよ、今の。今の。今の階段、面白すぎる。いや、でも完全に今の、ちょっと真っ黒だったから。こんなことマジ。めっちゃ見えてる、めっちゃ見えてる。あ、え、貫通すんの？する。ダメだよ、ちゃんと貫通する場所を覚えないと。上か。味方見よう、味方よ。上見えなかったな、誰か。見えないの。てか、ディフェンス側は守ればいいんだけど。ディフェンス側守ればいいんだけど。タバさんにやられた。あれ？なんか手前にも死体が。あまりアサルトしてない。あ、ごめん。ごめん。やばいぞ、減ってきたぞ。カバーします。やばいぞ、減ってきた。よしきさんにございました。あ、ごめん、ガトーさん。俺2人に悲しいお知らせがあります。4人から2人に減りましたね。減りました。相手は減ってないと思う、多分ほとんど。あ、カボチャ殺した。1人殺した。詰めよう、これ。あれかな、守るっつっても結構守るっつっても下手に動きまくると遠すぎて色が分かんないんですよね。ああ、なるほど、この装備か。あ、離れさせにいたか。グラフィック設定的に離れてると全部真っ黒になるの。うん、そうね。え、ちょっと何がする。あれ、今のダメなの。ダメですね。ダメですね。じゃあ、あと先輩一人かな。左遷。ボムの近くに一人いるよ。あれ、阿部さんは。あ、ナイス。わ、お、ナイス。わ、どこ行こう。あ、ナイス。あ、そう、何？先輩、目を切らすな、目を切らすな。え、これ？ボムから目を切らすな。はあ、これめんどくさいな。いや、め。
多分この近くにいるのは分かるんだけど。ああ、すげえ。タンク周り強いっすね。持ってる武器が悪い。まだいるの。いや、かなり多い、かなり多い。まだいるんですよ。すまんな、何の役にも立たない。何の役に立たない、雑魚死してしまった。うまい。あ、投げ方うまい。お、いや、ダメです。まさか、ここに落ちるとは、っていう。ピピうるせえな、こいつ。もっとそれを言っちゃいけないよ。あ、ナイスキル。あ、ナイスクリア。マジか。ヨシキ先輩に。ヨシキ先輩がいなかったら、俺、てか俺たち、ちょっと、役に立たなさすぎたな。